今ね、大阪天満宮の裏に来てるんですけれども、でね、今日はね、盆梅展、梅の盆栽見に来る予定だったけれども、まだやってない、11日からみたいなの で、ついでにね、ちょっと参拝に寄って、で、この、大阪天満宮の裏にはね、この綺麗に見されてる場所があって、もうこの聖護の池っていうところにありますね。まあ、ここにちなみに神さんがたくさんある場所でもありますけれども、あ、向こうにあるツールで置物ですからね、ブロンズなんで、ここにね、こういう池、ちっちゃな池と橋があるんですよ。で、マンションに挟まれてるけれども、ここの梅はまあまあ綺麗なんで見に行きましょう。写真撮ろうと思ったら周りがね、マンションばっかりなんで、ちょっと見栄えが微妙なんですけれども、それさっき置けば綺麗なんですよ。まあ、隠れ家的な場所、ここにちゃんとゆっくりお茶飲める場所もありますし、もちろんね、これまたあと10日間ぐらいあたりは満開にはなると思うんですが、今でも綺麗な梅が咲いております。なんだよこの隣の、ちょっとね、あまり美しくないけど、でも梅自体は見事。白いのまだなんだね、このピンク系の。これもおそらく同じ種類なんですけど、この綺麗に咲いてるわけです。これで今日のおつわがこれで終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。皆さん、今ね、今日はね、大阪の、梅林、行く途中なんですけど、チャリで。この不思議な通りを見つけたんだな。顔が白い。なんやろな。まあ、あんま詳しくはないけど。なんだろうね、普通のカモとは違う、全然。ちなみに、あそこちらっと大阪城公園見えるし、あれは僕の相棒、ブリヂストンのアルベルト。僕ね、イタリア人だけど、逆に日本の自転車大好きなんで。はい、もう休憩終わったから、そろそろ行こう。イエーイ。さっきの通りの件なんだけれども、もう大量に近づいてきた。気づいてみたら。まあ、餌ねだってそうな感じではないんですね。もう川の真ん中にいてるんで、それなりの群れだね。まあ渡り通りかどうかさっぱり知らんけど、多いんだね。これ川の白い川を見るとね、ヴェネツィアのカーニバルで見られる一般的な、仮面の、バウタというものなんか思い出したりします。まあでもみんな向こう向いてるからね、そっぽ見てるんで、白い顔は見えませんけど。こんな感じですね。はい。はい、
それでは皆さん、目の前にあるのがミライズと、大阪城なんですけれども、ここはもう梅林のすぐ上です。ちょっとね、写真撮ろうと思います。写真とか動画、見ての通り今日は何曜日だったっけ、2月6日だったかな、土曜日で、まあ見ての通りね、早い梅はまあ咲いてるんだけれども、遅咲きはまだ全然咲いてなくて、でも部分的にポツンポツンは咲いてます。これからね、それゆっくり撮っていきたいと思います。ほい。で、向こうが読売テレビになったら、あそこ行くとコナン君のブロンズ像とかいっぱいあります。眠りの小五郎も等身大に置いてあります。今大阪城のすぐ近く来てるんだけれども、こういうなんか変わった植物を目の当たりにして、でここね、いや未来図な、見事に逆光。これね、もともとインバウンドのこと考えて、中がね、昔の博物館から完全にもう観光客向けの店に、変わってるんですけど、今半分ぐらいこっち側が休み、休業中なんですね。もう客がいないから。で、2階が本来やったらビュッフェ式の、レストランあるんだけど、今でも、まあ、ビュッフェなんだけど、自分で頼んで持ってきてくれるという形らしいんだね。まあでも僕結構好きなんですよ。何回もあの2階のレストラン来たことあるんですよ。安いし、たくさん食べれるし。で、大阪城。で、ちなみにこのミライズの中身について、過去に動画出したことあるんでね、日本に戻ってきたばっかりの、ナスに撮ったやつ。まだ公開してないけど、いずれ公開しようと思ってます。ね、これこう、こんなに大阪城付近変わったんだよって、まあ良くも悪く。それぞれのそれぞれの感覚あると思います。今日は本当に見事なぐらいの青空なんで、大阪城も結構映えてるな。完全に観光客なんだな、自分が。今この瞬間に。